ゲートインはあと6頭です。今画面に映っているのがダリアバです。4歳牝馬、鞍上はモッセです。日本のエルコンドルパサーは一番内側の枠です。残っているのがクロコルージュ、そしてもう一頭アルバランもいます。日が差し始めました。パリ郊外のロンシャン競馬場、日本のエルコンドルパサーが今一番内側で収まりました。大きなチャンスが来ています。さあゲートが開きました。好スタートを切りましたエルコンドルパサーです。どうやら行くようですか。エビナが外の方を見ながら現在先頭に立っています。2番手にはジンギスカーン、そしてジンギスカーンがここで上がってきます。モンジューのペースメーカーですが、その前をエルコンドルパサー先頭です。先頭逃げました。エルコンドルパサーが逃げました。そして2番手にジンギスカーンが行きます。あと有力馬を見てみますと、外の方にデイラミがいます。足毛の白い馬体デイラミはちょうど中段あたりです。エルコンドルパサー海老名正義が逃げました。まずは坂をこのあたりから登っていきます。最初のカーブに向かって坂を登っていく14頭、先頭に立ちましたエルコンドルパサーです。2番手にジンギスカーン、それから内の方でモンジューがいます。一番内ピンクと青の縦縞の帽子が見えますが、これがモンジュー中段です。その外側にはダリアバもいます。緑の勝負服のダリアバ、そして外の方にレゲーラもいます。先頭2馬身のリード、エルコンドルパサーがリードを取りながら、これから少し坂を登ってカーブを右に取っていきます。さあこの辺りが頂上です。一番高い地点から下りにかかりました。右にカーブを取りながら下りにかかりました。14頭が頂点を目指しますが、なんと日本のエルコンドルパサーと海老名正義先頭で逃げました。2馬身のリード、それほど速いペースではありません。2馬身のリードでエルコンドルパサー先頭、そして2番手にはモンジューも内の方で 4,5 番手に上がってきていますが、黄色の帽子のタイガーヒルも上がってきました。タイガーヒルが外から2番手争いに上がってきました。そして有力馬では白い馬体はまだ馬群の後ろの方です。デイラミは後ろの方です。デイラミは後ろから 3,4 頭目。さあ先頭はエルコンドルパサーですが、外の方からタイガーヒルが上がってきた。タイガーヒルが少しずつ上がってきました。そして内の方ではグリークダンスです。グリークダンスが現在3番手、さらにはレゲーラもいます。4番手にレゲーラ、そして5番手のうちにモンジューがいます。モンジューはちょうどいい位置、5番手の内側。この辺りがフォルスストレート、偽りの直線ですが、この後最後の 500m の直線が残っています。さあ直線に入った、直線に入りました。最後の直線一番内側でエルコンドルパサー先頭。エルコンドルパサー、さあどこまで行けるか、どこまで逃げられるか。日本の夢を乗せて、日本の夢を乗せて 400m を切った。その差を広げた。そして外の方からモンジューが襲いかかってきた。モンジューが来たぞ。さらには外からダリアバも来た。モンジューとダリアバまだ逃げている。エルコンドルパサー先頭だ。一馬身のリード200を切った。一馬真のリード、しかし外からモンジュー、モンジューが先頭に立つか、エルコンドルパサーかモンジューか、もう一度差し返せ。外の方から、外の方からモンジューか、モンジューわずかにリード、エルコンドルパサー届かないか。モンジュー1着、2着にエルコンドルパサー、惜しい、実に惜しいレースでした。最後はもう一度差し返す力を見せたエルコンドルパサー、日本の夢を乗せてもう少しで頂点に立つところでした。勝ったのはモンジュー。